はいえーと1、2年生の校室です1,2年生ね難しいんだけど急に鳥なんて字が入ってきましたね。3年生、4年生の方にも鳥は今回入っていますがま季節っていうところなんでしょうけどいきなり1年生はねちょっと濃くかななんて思います。があのー、そっくりに書こうと思えばいいので。うん そう覚えちゃうといいですね。はいそれではいきます、えー。小さな鳥はですね、えー、とまず中心線がこうあると思ってこういう風に大きく入っていいです。えー、と、角の角数少ない字ですし結構こういうところの幅を取ってあげたいのでまずはここを大きくしといて中心線に乗っかるようにこうまっすぐきますよね。 そしたら次少し内側に入ってあげてから横に跳ねるようにそうするとここよく見てみると角度角度っていうと難しいかなここの大きさがね結構あると思うんですよじゃあ小さいの書いてみようかなこうしてこうにするとさここの大きさが違いますよね小さいですよねこれよりも 倍ぐらいいいある大きいと思いますねこれねこれぐらい大きくしようとしてください。そしてなんとなく手が2本あるような感じの字ですけどその手の位置というのはこういうふうに真ん中あたりうん。 下にあまり行き過ぎないこと真ん中あたりでこちらもそう同じような角度で貼るようなイメージ同じように左と右あると思ってくださいそれでこうやって囲んでみるとひし形のようなそんな形になれば ok ですでここね狭くしないことです広く取る、うん、で、あとこの払う角度下にこうになるとどうしても形がおかしなことになるのでそこね注意してください えー、そしてひらがななですさーな長ーくしといてちょっと反り気味そしてこういうふうにくねっときといて横へこうスッとして意外とこれは短いですよほらこれよりも短いですよその辺を見ておいてください1画目を長くすることによってなんとなくこう三角形っぽい感じが見えると思いますそうになってたら OK ですね 何はちょっと難しく感じるかもしれませんがまず部屋が2つにこう分かれてるとしてここね左側でちょっと上の方と思ってくださいそこでぶつかってますこのぶつかりがどの辺りにあるのかっていうのを自分で覚えるといいですね12でしょで3でこちらからこうですどんどんってきますがここの線っていうのは 必ずしもこののの真んん。中の線の上とは限りません少し右に寄ってていいです。でスーッときてギュッと内側に入るここの感じ結びと言いますかここギュッと内側に入った時にちょうど真ん中の線あたりに来るといい感じの顔になりますね。なんとなく口がほら真ん中にちゃんといるような感じに ななると思いますけどなんかほら人の顔のような感じだったりとかもうこう姿のようにみなんか見えたりとかねなんかそんな覚え方でいいと思います、えー、鳥先ほども34年生の方で言ってますが12ですねまず書き順ですよね12年生の場合ね12そして上がりますよ3こういう風に上がってギュッと内側に締めるで45って横がいき,きますね45 で次も6長くていいですよここ7も7も長いですそしてここから一番強いとこですギュッと内側に入って跳ねるんですがこれも跳ね方がこうしてこうしてギュッてやるんじゃなくてこうじゃなくてここの角度が大きいんですよ次がねここから 点に行きますこっちに行きたいのその行きたい方向に跳ねてると思えばわかりやすいかなで、1個目の点2個目の点3個目の点そして4個目の点だんだん上がっていきますこの角度ねちょっと上がっていくんだっていうところと大きさ真ん中の2つがなんか小さいぞっていうところがわかればいいかな、えー、はい、歯です は鳥は足のバネでって書いてあるんだ足平仮名ですけどねこうギュッと上がってこう絡めるような感じ真ん中の線に対して足を絡めてるみたいなそんな感じのこういうこういうちょっとなんだろうなうねってるわけじゃないんだけどちょっとしなってるっていうかな でこちらを大きく開けるようにしましょう。しは真ん中の線にのっかりませんよ。この辺りからこうですね。ここ隙間をしっかりと開けて払う方向に注意してください。吊り橋みたいにこう,こうならないようにね。これダメですよ。はい次です。の,、うん、のですねいきますよ。こう引いといてください。でこちら内側に来ましたね。 こうねそして上に上がるような感じにしておいてこのぐらいでここを通過しようとしてここまで来てそしたらあとは下がる一方で下がってきてすっと真ん中で切るような感じはい「カタカナ」はしっかりと気質出していいですよこういうところ漢字の親戚ぐらいな感じですねイメージ漢字っていうのはもうパリッとした感じでこういう気質がギュッと入るそれに近いですこうギュッと と入っといて左へ払うでこうぎゅーっとこちらも強いですね。かなりね。徐々にこう強くなって力が点もそうですよ。徐々に強くなる。っていうとこですね。はい、根です。こうしといて下からぎゅう。ここからの縦でこちらです。はいで。 素早く素ですねバは棒に対してこちらが開くようにしますで濁点忘れないようにしましょうく嫌ですね結構嫌は苦手な子がいるかな横の線がここにあるとしたらこのあたりからこうに抱え込むように来てトン どん少しあの優しく払うぐらいな感じでいいです学校ではもしかして止めてねって言われるかもしれませんがさーっと払ってもいいですがあまり長くしないようにで区は右の部屋から入って右の部屋で終わるようなイメージです2ですね2このここもね開けてくださいひらがなはねここ右の下あたりこの辺ちょっと開いてることが多いですが「毛は「 違います。こちらはまっすぐ下ろしてきて、こう真ん中の線で切るような感じですね。はい、ルです。ここ、これもこういう風に広がっていく時代よっていうところを覚えておいてください。こんな感じの形になると3みたいにならないようにね。はい、そしたら小1小2ですね。 ここにもね小がねいつも出てきますので小さいっていう字ちょっと覚えておいてくださいはいではこんな感じですねはい12年生も頑張ってください。